皆さんこんにちは、太郎です。本日は9月16日金曜日でございます。ちょっとですね、ここ何日間か私動画投稿できておりませんでしたが、すみません、ちょっとですね、台風対策でバタバタとしておりまして、今はねビニールハウスが始まっている時期なんですけれども、もうそのビニールハウス、ビニールも張っておりますので、台風が来るということでネットを張ったり補強をしたりとですね、でまたもう畝も立てちゃってるので、まだ植えてはないんですけれどもね、キュウリはね植えちゃってるので、植えてないので、まあそこまでね、そこまで緊張感というものは植えてる時ほどはないんですけれども、ただねもうビニール張ってるからしっかり補強はしているところであります。まあ、それでですね、また別件で今日役場の方から電話がありまして、ここの地区のですね池が溢れないように水出しててくださいねということで、まあたまにね私動画で言ってますが、ここの地区の今年ですね、今年度水利組合長なんですけれども、水出してくださいねと頼まれましたので出したところでありますね。え、まあ、ここはよく私のね実験伝とかで出てくる地域ですね。唯一のバルブ付きの田んぼがあるところ、そこのですね、まあ、一番下のバルブをあのように出して、で下に近い田んぼはですね、ここもですが水をね全開で出させてもらっております。全部が全部バルブの場所を把握してないのと、全ての田んぼにバルブがあるわけではないということをですね、まあ今年気づいたので、まあ私の知る限りの下の田んぼをねしっかり出してはいるんですけれども、まあ大丈夫とは思うんですけれどもね、あとは見守っていきたいです。まあね、せっかくここに来たということで、ちょっとね、まあハウスのねネット張りましたとかそういうの見せてもね、だからなんだというふうになりかねないというか、まああんまりねネット張りました、そうですかって感じですよね。ですのでちょっと今日もですね、実験田の成長具合についてちょっと見ていこうかなと思っております。よろしくお願いします。はい、でここが実験田になります。私の実験田ですね、こちら実験田と、ちょっと遠いですがあそこにですね、この上ですね、あそこに水だけ入れた実験田、対象区ですね。そしてここ何もしない3つ設けました。9月1日に稲刈りをして、その後に追肥をした田んぼ、そして水を張っておりますね。漏水がひどかったですが漏水防止しましたので、結構水がいい感じで溜まっておりますね。でここ何も扱ってない田んぼ、まあ、ここはですね特段何も触っておりません。まあ、ここも漏水がひどかったので漏水防止だけはですね行いました。ただ特段今雨が降ったことで水は溜まっておりますが、まあ、そうわざわざ溜めるようなことはしておりませんね。であと一つの対象区については水がやっぱり溜まっておりますね。穂もちょっとずつ出始めてきました。やっぱりですねちょっと背は低いですね。低く感じます。まあ、ただ肥やしをやっている分ですね、葉色も濃くしっかり伸びている印象でありますね。背は低いんですけれども、まあ、何もしていない追肥を行っていない田んぼと比べると全然伸びてますね。まあ、おおよそ目の前のところ辺が平均的なね伸び方かと思いますが、測ってみますと、まあ60センチ程度かなというところであります。まあ、ちょっと短いですよね、穂が出た頃にしては短いですが、こちら何もしていないところはどうでしょうか。何もしていないところは、まあね、ちょっとね枕の部分肥やしかぶりあるので、ちょっとそこを避けつつ
ただもうちょっと何もしてなかったから草が生えちゃってますね、結構ね。この辺りでしょうか。55センチぐらいですね、何もしてないところは。まあ葉っぱによっては伸びてたり短かったりがありますが、平均すると50センチから55センチ、そのような感じですね。で最後に追肥はしてないけど、しっかり稲刈り後に水を入れておいた田んぼも見ておきましょう。意外とですね、水を入れてるだけなんで、これが結構ね、このこことね、養殖の差がついて面白いなと思ってるところなんですよね。全然追肥をするだけで違うんですよね。見ててくださいね、この感じ。これ追肥ありです。40キロ入れてます。888と15、12、10を1票ずつ入れてますので、まあね、そのぐらい、ちょっと計算は今ちょっとパッとできませんが、そのぐらいです。ここも測ってみますと、まあ60弱か。育ちはいいですね。あ、まあ枕やからですね。枕は小足かぶりがあるので、まあ、育ちはいいですが、一つ一つの茎の太さとか株の太さ、そして養殖は全然違いますね。やっぱり追肥をしているところはね、ボワッとなっておりますし、養殖もね、濃い緑色になっておりますね。この感じですね、この感じ、この感じと、はい、この感じです。まあ、ちょっとこの感じ、この感じって言ってね、伝えづらいですが、こう縦向きに見ると分かりやすいかな。さっきの田んぼよりね、茂ってるのが分かるかなと思いますね。一株一株が大きいですよね。はい、ここが水飲みね、一株一株が細いなというのが分かるかなと思います。でもう水も何もしなかったところはもうね、草も生えちゃってちょっと論外な感じですが、まあしょうがないですね、それはね。養殖が全然もう違うのがね、もう見て取れるかなと思いますね。上の田んぼ、下の田んぼね、これ何もしてない、これ追肥あり、こんな感じでかなり差が出てきております。ちょっと面白いのはですね、こちら、こちら今回実験点としては考えてないんですけれども、尿素の流し込みを行った田んぼであります。でここにね、今バルブがありまして、今台風前ということで全開で出してるんですけれども、ここに尿素をねドサッとこぼしてね、実験したんですが、分かりますでしょうか、このバルブ周りのね、養殖の濃さで、2番目の稲なんですけれども、2番目の稲もですね、このようにいもちが出ております。やっぱり出ちゃうんですね。さすがにね、もう本当こぼし、がっつりこぼしたので、ここには一袋近く、もう稲刈りするところもですね、枯れちゃったんですけれども、このバルブ付近はですね、濃すぎて2番目の稲もかなり成長度合いに差が感じられます。でもカメラで見ても分かるかな、画面上でも全然色味の違いが出てますよね。このように、そしてね、しっかりしっかり芋が出てると、いやね、芋ですよね、これはね。はい、芋出ちゃってます。ほら、芋、やはり肥料が濃いとね、いくら2番目の稲だからといっても結構残ってるんでしょうね、これを見るとですね。これ結構肥料やったなっていう田んぼのね、いもちの出方に似てるので、尿素ってすごいですね。そう思うと差はね、他の田んぼとの差は尿素の量でしかないので、ちょっとこの田んぼね、余っちゃったなっていう尿素ももう開けた袋をそのまま取ってても仕方がないので、どさっとねこぼしちゃったんですよね。もういいやと、経過を見ようということでですね、
そしたらですね、バルブ周りの稲は枯れてしまってですね、まあでも全体的に見れば問題はなかったんですけどね。そしてこの2番稲になったところで、このようにちょっとね面白い差が出てきたなというところであります。流し込みもまあこう見るとね、あまり収量という面での成果は出ませんでしたが私の興味を満たしてくれる面ではですね、とてもね良かったかなと思っておりますね。また来年はですね、まあ、流し込みもチャレンジしたいんですけれども、ちょっとね収量にね変化が出るようなそういうやり方をちょっと考えたいなと思っております。まあ、溶けやすく拡散しやすい方法ですね。はい、ということでですね、本日は台風前にちょっと水出しに来たので、実験田の今の状態について報告でした。本当ですね、まあ私九州ということで、日曜日の夜から月曜日かな、そのぐらいがピークなんですけれども、皆さんもですね今台風対策かなり忙しい方多いかと思います。それでもですね、まあご自身の体が一番大事かと思いますので、まあ、大事ですのでね、ちゃんと風とか強くなってきておりますが、しっかり安全対策を行って、しっかりご安全にですね農作業されてください。やってきますよ台風がね。もうしっかりできる対策はして、台風の日はゆっくり過ごしましょう。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよ、台風準備お疲れ様、なんか2番稲差が出てきてよかったねと、そして胃もちも出るんだねと思ってくださった方は、コメント高評価チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。